こんにちは、かゆうです。本日は鈴木のソリオを借りてみました。はい、というわけでソリオの中に乗り込みました。鈴木車ですね。多分右側、ハンドルの右側についてるのがオートクルーズ的なやつ、自動運転的なやつの操作パネルかなと思います。で、ドリンクホルダーがちょっと見えづらいんですけども、ダッシュボードのところですね、ドアの手前のところについていて、ダッシュボードのところ、蓋開けると、物入れになってました。で、足元ですね、サイドブレーキはフットペダル型です。シフトレバーはまあよくあるやつで、この車は、エアコンはアナログのつまみタイプになっております。で、ちょっと見づらいんですが、ここ、エアコンのパネルの下側に、シガーソケットがついていて、ETC カードはその脇にですね、取り付けられてました。で、助手席側の方は、ダッシュボードの手前ですね、段になっていて物入れ、手前というかダッシュボードのところが、段になっていて物入れ、物が置ける場所になっているのと、ドリンクホルダーもくっついてるっていう感じです。エアコンの手前にね、ドリンクホルダーがついてますので、まあ暑い日とかね、飲み物がエアコンの風で冷やされるんじゃないかなと思います。で、助手席側の下にですね、発煙筒があるという形です。で、ちなみにこの車ソリオですね、1泊2日36時間で8800円という金額になっております。助手席と運転席の間、こうね、間が空いていて、後部座席から、移動しやすいような形になっております。はい、という感じで、ソリオ運転席側周りの、紹介でした。では、ここから走っていきたいと思います。はい、というわけで、暗くなっちゃいましたが、今日一日ね、ソリオを運転しましての所感なんですけれども、車内空間が広いので、やっぱりその人を運ぶっていう観点だとすごく便利な車だなっていうふうに思いました。で、ただね、その車内空間が広くなってる分、同じような形で、NBOX とかね、ワゴン R とかいうようなの乗ったんですけども、やっぱりその NBOX とかワゴン R に比べると乗用車サイズなのでちょっと大きいんですよ、車が。なので、こういう、狭い道とかを走るときにですね、まず左右の幅だったりっていうのをちょっと気にしてね、運転してあげる必要があるかなという形になっております。まあ、運転はねしやすいのと、あと、まあ、今ね、ピピって鳴ったんですけど、先行車の、発進のね、判定とかっていうのがあったりするので、まあ、すごくね、安全性はあるかなと思います。周辺のね、センサーもかなり、比較的感度よくできているので、まあ、ぶつかりそうになる、全然手前からね、障害物ありますよっていう風に教えてくれるので、その部分は、かなり使い勝手としてはいいのかなという風に思っております。で、引っ越しセンターが前で止まっちゃうな。対向車来ないといいな。はい。で、昼間もね、狭い道をだいぶ走ったんですけれども、まあ、普通に走る分には特に大きく困ったりはしないかなと。ただ、
どっちかといえば、まあ、どっちかといえば、まあ、狭い道で、路上駐車されてるとか、自転車がね、走ってるとか、歩行者が来ているとか、いうような、感じでね、安全距離を空けて、避けなきゃいけないなっていう時に、ちょっとね、車幅が大きい分、避ける範囲をね、広めに取ってあげた方が安全なのかなというふうに思いました。はい。で、アクセル感とかね、ブレーキ感っていうのは、これレンタカー、まあ、カーシェアなので、まあ、それぞれね、借りてる車とか使われ方とかによってね、踏みの感覚はどうしても変わってきちゃうんですけど、まあ、僕が借りたこの車はね、かなり、まあ、ブレーキはね、ちょっと緩いかなっていう感じはしますが、まあまあ、普通に乗ってればこんなもんかなっていう感じの、まあ、緩さですね。で、アクセルも、まあ、そんなにね、軽く踏むぐらいだと、まあ、そんなに速度出ない、感じになっているので、まあ、比較的運転はしやすいかなというところはあります。まあ、多分ね、ちょっとちゃんと調べてないんであれなんですけど、形が形なので、多分ね、重たいはずなんですよ、車自体が。なので、そう考えると、まあ、その中でもね、やっぱりこの、まあ、ちょっとね、車が大きい感じはあるので、狭い道とかを運転するときには、まあ、気をつけないといけないかなという感じでございます。で、ハンドルもね、そんなに、硬いっていうわけでは、普通の、なんだっけ、パワーステアリングになっているので、別に取り回しが悪いとかっていうことはないんですけど、多分ね、これ、車の車体自体がね、重たいんだと思うんですよ。なので、こう、坂道をね、登っているときに、ちなみに今日ね、僕と子供2人、奥さんと子供2人と計4人、人間を乗っけて、で、まあ、ちょっとね、ご飯の買い出しとかに行ったので、まあ、ちょっとね、荷物としては重ためではあったんですけど、坂がね、ちょっと登りづらいというか、登っている、平地で60キロとか50キロとか出る、感じで踏んだまま坂道に突入すると、まあ、結構一気にね、ガクンと速度が落ちる感覚があって、まあ、パッと見に速度計としては10キロぐらい落ちてたのかなと思います。なので、多分エンジンのパワーと車体の重さがあんまり釣り合ってないんじゃないかなっていう感じがする。まあ、乗った身、そんなにね、詳しくないんであれなんですけど、この車体の重さだったらもうちょっとエンジンパワーあってもいいんじゃないかなっていうのをなんとなく思うところではあります。ただまあ、街乗りをするっていう観点だと全然いいのかなっていうレベルなので、まあ、この辺がね、まあ、どっちにどう転ぶかっていうか、まあ、どっちがいいのかなっていうところではあるんですよね。まあ、エンジンの、ね、パワー上げちゃうと多分燃費とかがね、悪くなるので、まあ、近場待ち乗りするっていうレベルだったら、まあ、全然いいのかなと。5人乗りですしね。で、ちょっと映像撮ってないんですけど、トランクは狭いので、多分ね、ベビーカーは、A タイプは、もしかしたら乗らないかもしれない。後部座席を多分前にね、寄せることができるので、後部座席前後にずらすことができるので、後部座席を前にすれば、折りたたんだ A タイプが多分乗ると思うんですけど、そうすると、だいぶね、後部座席の足元が狭くなっちゃうので、まあ、奥さんと子供を後部座席に乗せて、旦那さん運転してみたいな感じでやるんだとすると、多分、赤ちゃんが乗る、ベビーシート乗っける側の後部座席はもう全開で前にずらしておいて、で、その後ろにベビーカーを折りたたんで乗っけるとかっていうのがいいんじゃないかなと思います。B タイプはね、多分全然乗るんですよ。普通にというか、快適にね、過ごせる、後ろの後部座席の幅を、残しておいたとしても、安全に快適に
かつ、余裕を持ってね、B タイプ、いやバギーですね。バギーは全然乗ると思います。ただ、A タイプ、ベビーカーの、まあ、よくある、その、0歳児から使えるってやつですね。あのタイプだと、ちょっと厳しいかな。多分、幅、折りたたんだ時の幅が足りないので、乗らないと思います。で、そもそもね、高級住宅地とかでよく見る、三輪車。三輪の、ベビーカーは、あれ多分ね、折りたたんでも多分絶対入らないので、それぐらいのトランクの狭さだと思ってください。で、運転席と助手席の間は、最初のところで映像紹介したようにね、隙間が空いてるので、ここ、後部座席とつながって、移動しやすくなってます。なので、助手席と、運転席と助手席のドアは普通に開くドア。で、後部座席のドアは両側スライドドアなので、助手席側があまりにも狭くてね、ドア開けないってなったら、助手席とか運転席の人は、後ろに回って、後部座席から乗り降りするっていうこともできるような感じになってるので、まあ、使い勝手としてはだいぶ、街中を乗り回すような車になってるんじゃないかなというふうに思っております。はい、という感じで、途中ちょっと今回映像飛びますが、飛びましたが、踏切ですね。はい。ま、ストップゴーがそんなに苦ではないけれど、坂道がちょっと苦手な車なのかなという感想でございます。あとね、この車、ヒートシーターついてる。びっくりしたんですけど、なんかね、お尻が熱いなと思って、見たらヒートシーターがついてます。で、ヒートシーターのスイッチの場所がね、すげえわかりづらくて、調べちゃったんですけど、ヒートシーターついてる車は、シートベルトの受け口がついてるところの下、床、地面側のところに、スイッチがあるので、これがヒートシーターのスイッチになってるみたいです。という感じでね、寒冷地仕様なのかな、ヒートシーターがついてるってことは。車が、カーシェアで借りれたんですけれども、はい、という感じで、今日一日ね、ソリオの方借りて乗ってきました。かなりね、ファミリーカーとしては、十分なのかなというレベル感ではあります。4人家族とかね、ぐらいだったら全然十分なのかなと思うんですけど、ベビーカーを乗っけて移動するとか、いう場合とか、あとはね、家族でキャンプに行きますとかだと、ちょっとね、トランクが狭すぎるので、そこに関しては、そういうね、趣味がある方とか、まだね、赤ちゃんちっちゃい方、まあ、ちっちゃい子が2人以上いる方には、まあ、ちょっとおすすめできない車かなと。おすすめできるのは、まあ、ちっちゃい子が1人と、ジュニアシートレベルで車に乗れるっていう、ぐらい年の差が離れた、まあ、子供2人と、旦那さん奥さんっていう大人2人子供2人ぐらいの感覚であれば、問題なく乗れるんじゃないかなというふうに思います。はい、お犬かわいい大きい、という感じで、本日の、動画としては終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしね、この動画なんかいいなとか参考になったなと思うところがありましたら、高評価、チャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。